おはようございます、釣り子 TV です。なんとなんとハワイに来ておりますっていうことでね、空港からすぐ近くにこのポップっていうね、いい感じの釣り具屋さんがあるんで、早速ね、見ていきたいと思います。イエティのいい感じのボトルが、わあ、いいね。なんか外国っぽいカラーのネックゲーターもいっぱい、いいな、綺麗な青のが、いいね、いいね。いいなこれ、$17、シマノ超かっこいいな、このシマノのロングノーズプライヤー、スーパーロングノーズプライヤー。こういうのも日本で売ってない、この挟み方だからね、いいね。うおー、ちょっと今まで来たハワイの釣り具屋さんの中で、あ、でまた魚餌とかさばく時用に1本買おうかな、これね、ナイフこれ1本買っとくとね、イカの餌切ったりエビ切ったり役に立つんだけど、ナイフね、これちょっとお土産にもなるし1本買おうかな、ナイフから。あー、これ普通に釣れそうな、まあ、いわゆるマイラーミノーみたいなやつですけどね、ランカーハント。あ、これ買ってみようかな、オキアミ。これ現地の人が投げてる。ワイキキカラカワ通り、ズーンとズームアップ。軽く、軽く。オッケー、グッグッグ、これで。このカラカワ通りね、まっすぐ行って、まっすぐ行って、この次、カハラの、カハラ、カハラの、カハラの通りまっすぐ行って。川がある、川通って右だったらすぐパークがあります、そのパーク、カハラヒルテンの前のパーク、左側を、いよ大丈夫です、簡単に魚釣りにできます。 This is the back road. Okay, this is the 右 turn、この右ターン、ダイモンドヘッドロードね、マカレイビーチパーク、もうちょっと行くか、もうちょっとビーチ、マカイレイビーチパーク、 and thenカラカワ通り、ダイモンドヘッドロード、That's the one up。ダイモンドヘッドロード。ちょっと待って、ダイモンドヘッドロード、ダイモンドヘッドロード上がっていって、ここ。ダイモンドヘッドロード行ったらね、まっすぐ行ったらカハラ通り。カハラ通り。でもね、ちょっと山上がる前、この右ターンがあります。このちっちゃいパーキング駐車場あります。ビーチロード。ビーチロード。そのビーチロード左側、魚釣り簡単にできる。シャローが広がってる。あなたのフレッシュワーターのやり方、ここも同じやり方やっても大丈夫。ここ駐車場ね。この駐車場ちょっと歩いたら、この角の後、
ここ全部大丈夫。またシャローウォーターが、またシャロー、ここ岩があるだから、うん、岩のちょっと先、ここを、うん、もう全部砂から歩いてればね、うん、安全。でもタイド調べて、はい、ロータイドの時の方が OK？ OK でハイタイドでも OK。あ、どん、いけちゃう。でも、うん、海入らない方がいい。あー、ビーチから歩きながら探して入らない でやってください。なる、オッケー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 、安全でやります。オッケーオッケーオッケー。これはこれハワイ州のマガジンですけど、うん、なんかレイクロッセンのピカークベースの、うん、記事があった。なんか出てたかな。7ドルか。これお土産にもなるし買ってくかな。あ、ね、あこれあ大きいね、レッドデビル。これサイズ、ビッグサイズのレッド。うん、サーモンいろいろ、でもフレッシュワーターね、これ全部フレッシュワーター。ここをマルヒアがある、うん、これはちょっと情報になるか。これ7ドルだから買おう、うんうん、簡単の生産、うん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 、なるほどね。そしてなんかエビのもの投げてる、うん、あ、ハワイのエビのものがだいたいこういうこのものです。その色なんですね、はい、うん。あとこれ何、浮きのやつ、浮きゴム、はいね、うん、ちっちゃいやつ、ちっちゃくてキラキラしてるやつ、うん、あ、用釣りのいっぱい売ってる。でも日本のやつはだから、うん、ハワイの場合はね、ラパラ、ラパラ、あ、この感じの、うん、小さくても OK よ。パピオとか狙う、海でソルトウォーターで狙うんだったらここら辺、この辺。これでもハワイでやるつもりだったら、うん、あ、こういうので、この形使ってください。これもし塩水だったら、うんうん、こんな形の使ってください。あ、これいいな。もしフレッシュワーラーだったら別ですけど、うん、自分の持ってきてるもの、うん、多分大丈夫と思います、うん、一応どっちでも狙えるような、うん、でこんぐらいの魚と遊ぶような、もしソーキワーラーだったら、うん、この種類、これ OK です。オンスはどのくらい、このあるしな、お、いいお土産になります。でも今、うん、これは全部新しい入れたばっかり、うんうん、本当にグッルはこれちょっと大きすぎるですけど、マヒマヒとか、ね、カヤとかね、ジェットスキーの魚釣りまして、このサイズ、このサイズ、ラッキークラフト USA 発見。ポインターでっかいのが、あ、いい感じの色味が出ますよ。あとね、ラパラと結構ここに来ればこれっていうルアーはまずハワイで揃っちゃうって感じですね。 Thank you. Thank you. ありがとう。